つの我が毛利の絵図。アマかけよ。どけ。私はただ剣心様の元へと戻るだけだ。夜の戦場で忍び三人とっくれば、こうなるのも当然だろなあ。フッ、我ならば貴様をもっとうまく使うんだ。おまけに間の悪いお客さんと来た。夜はうちらの時間だって教わらなかった。お前らと遊んでいる暇はない。この情報を持ち帰らなければ。剣心様、お守りしたい。誰よりも、誰が相手でも。あんたが俺たちに仕掛けてきたのは偶然か、それとも戦忍びをまとめて始末ってことか。まあいい、どっちにしてもこれも大事なお仕事だしな。またか、あの夜。何？何やらひつ。これは現実じゃない。女児童、お尋ね者ですな。またか、あのような夢を見るとは。何事か、我に迷いがあると。我が采配に迷いが。そのような多弱ありえぬ。あってはならぬ。我は日輪の申し子、毛利元就ぞ。ボングどもとは課せられし席の重さが違うのだ。声は我に問うていた。我が導くは国か人かと。無論国。そのためには人の犠牲など物の数にあらず。人など所詮駒に過ぎぬ。宇城を攻めようか。なぜ足利。足利の使者は知らせを。足利引き返す。使者も書状も。アマかけよ。
君、もしかして僕の鍋を狙ってるんだね。いやだ、鍋は誰にも渡さないよ。さあキンゴさん、客人が見えられたようです。知らせのあった通りですね。我らは攻めを予期していたと。我は計られたのか。逃げようって言ったのに。ひるむな、やつが倒れようともまだそれがしがおる。おっといけない、所用を思い出しました。では金吾さん、客人の相手は任せましたよ。あ、天海様、行ってらっしゃい。嘘。嘘ですとも。今一度服従を誓え。我の目を見て誓え。怖すぎて出られません。恐れずにお行きなさい。この野国はいかにも早い。おや、お客様ですね。私の説法の場へようこそ。采配は計りごとのみにあらず、我が部とくと見よ。幸福も敗走もない。我が許すは殲滅のみ。我ら毛利の雄を止めるに策が足りぬな。Thank you.
められよ。いざ我が家臣の仇へ。天海様がいなくなったら俺たち一旦の終わりじゃね。すべては元就様のご采配通り。一ついくつか皆さんまとめて弔って差し上げます。あの者が逃げ出さなかったことだけは褒めてやらねばなりますまい。そう、貴様の隣の者毛利勘左。だからならば我の策の中で足利のために動くがいい。いいか、貴様の立場など変わらん。答えよ。なぜ我が鵜城攻めを予期していた。足利と共に我をたばかったのか。足利、ああそういえばあなたは足利に命じられてのこのこやってきたんでしたっけ。これしきのこと読み違いでも誤算でもない。皆の者、我が采配に従え。勝利への唯一の道ぞ。御意する。我ら容赦はせぬ。